よいしょよいしょ。皆さんこんにちは、マイクです。今回は日産ディーラーさんからモニターとして新型日産リーフの40キロバージョングレード G ですね、これをお借りしてきましたので、この車両で横浜往復約500キロぐらいあるんですけども、走行していきたいと思います。今回はですね、高速道路をフルに使用したものですから、高速道路をメインにプロパイロットを試すっていう、そういうような内容になっております。それでは皆さんの貴重なお時間をお借りしまして、動画再生させていただきたいと思います。今回ですね、天候に恵まれなくほとんど雨模様でした。ですが新東名を使ったことによってですね、比較的新しい道路ということで、白線もしっかり表示されておりましたので、プロパイロットが難なく作動したということをお伝えしておきたいと思います。小雨が降ったり、多少強めに雨が降ったりという、そういう終日そういう天候でしたので、プロパイロットの方、作動の方ですね、ちょっと心配していたんですけども、ほぼプロパイロットを使って高速道路を無事に走行することができました。非常にですね、精度が高くて安心感が手に取って分かるようなね、ですね、挙動でサポートしてくれていますので、非常にですね、長距離においてもですね、楽ちんでしたね。で、40キロワットの電池容量はですね、満タンに、普通充電で満タンにした際に300キロぐらいのエアコンつけても290台ですね、のものでありますので、充電もですね、最小限、本当に片道でしたら1回入れれば十分ですね、片道走ってこれますし、とはいってもですね、休憩しますので、その時そのところで充電器が空いてれば、本当にわずかな時間でもですね、10分以内の充電でもですね、いいので、ちょこちょこと充電してしてきたということです。で、プロパイロットも何度も試しましたけども、非常に精度よく働いてくれてですね、疲労感がまるで違いますね。これはプロパイロットの経験したことのある方でしたらもう一目瞭然ですけども、すごく長距離運転の、ね、単一道路を走るようなシチュエーションでしたらね、本当に助かる機能です。Eペダルもそうですけども、プロパイロットも非常にいい精度の高い急な割り込みに対してですね、ちゃんと車間距離を取ってもらえるという、本当に素晴らしい機能で、終日ですね、安心して走行できたということをお伝えしておきたいと思います。今画像動画の通りですね、ハンドルを離してしばらくすると警告の画面が出ます。なのでその時にすかさずまたハンドルをしっかり持って非常時に備えるということ、そういうような走行の仕方でもう正常に働いてくれてますね。非常に二重三重に安全面に対してですね、精度の高いトレースをしてもらったので本当に助かりました。はい、日産のディーラーの方、本当にね、お気遣いいただいてお借りしたんですけど、モニターということでお借りしたんですけども、本当にありがたかったです。感謝しております。それで今回は充電を
必要のない充電だったと思うんですけども、休憩のたんびにですね、はい、これで清水パーキングに立ち寄ります。今充電を163キロ走って128キロ残っています。スタート時点でですね、49キロぐらい走っていたので、それを差し引いた走行距離で話を進めてまいりたいと思います。135キロ走行して171キロ分を消耗したということですね。でパーセンテージとしては 51% 消耗しました。はい、充電をやはり一般道と違って回生ブレーキを使う場面がほとんどないものですから、それによって消耗が、はい、計算通りではないということが、ここで証明できています。幸いですね、至る所でですね、充電したんですけども、その充電待ちがなかったことも付け加えておきます。なんとですね、普通のガソリン車ですねが、EV の場所に止まってたりして、ちょうどどいてくれたのでよかったんですけども、この日は満車になる、ね、駐車場が満車になったりするところ時が多かったので、もうその EV のところしか空いてなかったとか、そんな感じで止められちゃったと思うんですけども、この辺もですね、マナーとしてですね、やっぱり自分ここだったらいいやっていう、そんなような考え方 でね、こういう駐車場のマナーを守られてない方っていうのがまだ未だにいるということで、ちょっとびっくりしましたね。さあこれでですね、はい、清水インターで20分、約20分ですね、ちょうど20分、90キロ走行分と 35% 分消化しました。もう30分やる必要がありませんね。20分超えた時点でもう本当に充電量が落ちますので、はっきり言えば時間の無駄ですよね。 49% からの充電で 84%、そのあたりも考えますと20分ぐらいがもうマックスって考えて、20分間で、ね、それ以降は本当にちょろ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 としか充電しないので、じゃあそれで、次のスポットまでですね、次は足柄サービスエリアで泊まる、次のスポットまで休憩するつもりです。それでは出発します。充電が電池が持てば、その方が経済的かつですね、時間の短縮にもなりますので、多くのオーナーさんがそういう最小限 の充電を切り上げることによってですね、後続 その充電待ちの車もですね、気持ちよく、お互いに気持ちよくですね、充電 のやりくりができると思いますので、こういった動画でですね、一応そういう情報を発信しつつですね、何かのお役に立てればと思いまして、動画にさせていただいておりますので、ご了承ください。ちょうどですね、車のセンサーに当たる部分なんですけども、フロントガラスの上の方にあるセンサーですね、これ水が雨がたくさん溜まってた時には精度が悪いのかなと思ったんですけども、結構降ってるね。そういうことでもないみたいですね、なので、ワイパーで時々拭ってあげるだけでプロパイロットいい、また自動運転で精度が保てれるということですね。単眼カメラの割にはですね、性能が良くてですね、ちょっとびっくりします。他のメーカーさんたちはダブルでね、2つのカメラだとか、ミリ波レーダーを付加するだとか、単眼カメラ以外にですね、やってますけども、日産のこのリーフに関しましては単眼カメラ1つで、もう全てのプロパイロット運転支援の方ですね、シールドが支援モードになりました。あと
セットを押すとプロパイロット開始、プロパイロット開始します。車の四隅にセンサーがいくつかついてるんですけども、まあ、そういったものも含めて100キロで調整します。はい、これが複眼カメラになったりトリプルカメラになったりっていう、まあ、スマートフォンではありませんけども、それぞれそれに応じた専用 の、 あのカメラがこれからついてくるんでしょうけども、設定してあってもですね、今の現時点でこんなあの、ね、あの精度のいい弾丸カメラで自動運転ができるということは本当に素晴らしい技術だから、技術の日産と言われても過言ではありませんね。旧型に比べてですね、多少遮音性が優れてるのかなっていう気がしましたね。なんか剛性感がちょっと高くなったような、まあこれはですね、あの車を作る上で の、 その設計の段階でのあれですので、まああの遮音性に関してはその遮音材ですとか、あの下からの、 あの騒音ですよね、あのシャシーからの騒音をですね、 何かの付加価値のあるようなものをですね、あの導入してあの遮音性を高めてるっていうことも考えられますね。で今回ですけど も、 もうこう、はい、1回1回メーターをあの足柄サービスエリアに来ました。細かなですね、あの充電の状態、状態ですとか、走行の状態ですか、58% のこちらの方で見ることができます。約まあ20何%ですね、使ったってことですね。でこれで充電またしたいと思います。はい、これでですね、あのまあ、10分経ってなかった、ないですね。10分以内でですね、77% になりましたので、また、あの、これで、ここから出発したいと思います。やはり、あの、充電のマネジメントとしてましては、あの、空になる手前で、あの、一気に 80% まで持っていくような充電の仕方よりもですね、あの、まあ、15% ないし 20% とか、まあそうですね、まあ、最悪 50% ですよね。そのぐらいの消耗の状態で、あのその都度その都度細かく充電をして、まあ、はい、これでプロパイロットをまた開始したいと思います。20分ぐらいの目処に充電されていくと、一番バッテリーに優しい充電ができるようになるのが、セットを押すとプロパイロットを開始します。これでですね、プロパイロットのセットを結構証明されているような気がします。はい、本当に短期間、短時間で、あの走行分が増えますので、これ操作しますね。はい、からかなり、まあ、ある程度余力を残してその都度充電を心がければということですね。これちょっとですね、あの目的地なんですけど、目的地がなんか渋滞が起こしているかどうかとか、あとあのドンキホーテですね、ちょっと買い物がありましたので、その近くにドンキホーテがないかとか、そういうのをあの聞いているようなオペレーター接続をさせていただいています。オペレーター接続に関しましても、あのもう私あのリーフを購入してから丸4年間はあのオペレーター接続という機能を使ったことないのですが、最近ですね、少しちょこちょこと減らしていただいてます。あのすごくですね、オペレーターの方 の、 その対応が良くてですね、あの運転 しながらこういろいろ聞いててもですね、耳に入ってくるような丁寧な喋り方で、あのすごく助かってますので、オペレーター旧型リーフと新型リーフとでは、このオペレーターにアクセスするため の、 そのコマンドとかそういうスイッチ関係の位置がもうまるで違いますので、少し戸惑ったんですけど、まあ、あのこんな感じかなと思って適当にいじってたらできるようになりましたので、まあ、さほどですね、あの説明書に頼ってまでもあのこういう機能を使うってことはないのかもしれないですね。多少あの使い勝手が変わってますので、横浜青岡まで、道のりですけども、
渋滞とかありますか？そのこちらですと交通上の名情報は持ち合わせていないのですが、ネクスコ東日本お客様センターの窓口をご案内することができますか？あ、そうですか、はい、お願いします。この車両はですね、ちょっとガリコロでしたので、Bluetoothの設定はしてませんので、Bluetoothの設定をしているので、スマホと連携させてますと、調べますね、勝手にはい、結構でございます。かけていただけるような、そういう。お電話番号の情報をただいまナビの方にお送りすることができますが、よろしいですか？はい、お願いします。かしこまりました。それでは、ネクスコ東日本お客様センターの窓口のお電話番号の情報をお送りいたします。はい。ご利用ありがとうございました。はい、ありがとうございました。静岡とか愛知に地でですね、オペレーター接続しますと、女性の方がなので何回か出られたんですけども、今回神奈川県に入ったところですね、男性の方のオペレーターだったので、まあ、いろんな方の性別に男性も女性もいるということが、ここで初めて分かりました。女性の方だけかなと思っていたんですけども、まあ、それは完全な私の偏見でしたね。とてもですね、丁寧な対応でですね、本当に助かりました。すいません。すいません。ちょっと声が聞こえにくいですけども、すいません。はい。すいません。ですね、三宅台幼稚園、横浜青葉区の三宅台幼稚園。それでですね、その近辺にショッピングモールがいくつかあると思うんですけど、はい、9時頃に開店する、まあ、今開店してるとも含めて9時頃から開店するモールがあれば教えていただきたいんですけど。自分で調べろよって言われればそうなんですけども、まあ、ちょっと知らない土地でしたので、あまりスマートフォンで調べるのもちょっとまずいので、車で15分前後ぐらいのところをオペレーターさんのちょっと頼りにですね、パソコンの方で調べていただいていると思いますので、はい、それが結果的には早くですね、ナビの設定もしていただいて、そのままナビ通りに走るだけですので、オペレーター接続はですね、はい、本当に付加価値の高いですね、はい、知らない土地でですね、何かあった調べ物をしたいときとかっていうのも、自分で調べれない状況ですよね、ほとんどがですね。ですから、幹線道路走ってるときにはもう、アピタとか、ピアゴ系列とかってはないですかね、ドン・キホーテとか。しっかりですね、対応していただいて本当にご苦労様でした。わがままなこともあります。緊急の時にですね、接続したりするっていう、そういうものも目的もあると思いますけども、はい、知らない土地で何か不安になった時に、ちょっと主要のショッピングモールですとかね、そういったものを紹介していただいてですね、適切にナビを設定していただければ、スムーズなドライブができるということで、本当にコネクティとか先駆けだと思うんですよね。はい、お願いします。はい、ありがとうございました。
ざという時には本当に助かりますね。御嶽幼稚園を目的地に設定します。まあ、御嶽幼稚園で、御嶽大幼稚園でですね、ちょっとスポーツクラブのですね、イベントがあったので、それに参加するってことでですね、ちょっとわざ横浜までですね、出かけていったっていうことのあれですね。東名高速道路を通るルートでご案内します。実際の交通規制に従って。これはですね、ありがたいですね。目的地には9時4分頃到着の予定です。さあ、これでドン・キホーテに着きましたので、プロパーキングをですね、一応やってみたいと思います。また開店前、本当に寸前でしたので、車がほとんどいませんでした。なので、まあこれでもう身を見まねですね。本当にまだうまく駐車できる位置まではですね、もう持ってきれないような、ちょっと未熟な私ですけども、これで思ったところに止めれるかどうかということですね。まあ、手順がありますので、その手順に従って細かなボタンを押しながらなんですけども、これですね、自動で障害物の比較的多い、ちょっと止めにくい駐車場ではあったんですけども、まあ、難なくですね、障害物をすり抜けてですね、障害物があったところでは、止まってくれますね。この間ですね、ドン・キホーテの入り口の、ガラス張りの入り口がありますけども、そこのところで開店前のお客さんが、数人ですね、お待ちになってたんですよ。で、その目の前の駐車場でしたので、皆さんこの車をですね、相当興味持たれたかどうかわからないですけども、かなり寄ってきていただいてですね、このハンドルが勝手に動いていくこの様をですね、ちょっと目を丸くしてですね、見て、ちょっとその辺恥ずかしかったですけどね、こんな感じですね、人間が素早くやってしまえば同じことなんですけども、このセンサーをですね、の精度ですよね、あとハンドルがどのぐらい切れると車がどうなるかっていうことも完全に計算され尽くしていますので、だからこれはある意味でですね、必要か必要か必要がないということは別にしてですね、この近未来のこの仕様っていうかですね、そういったものがこういう大衆的な車でですもんね、ちゃんとできますよみたいな、そんなアピールをするにはね、もってこいのね、機能だと思います。ハンドルが、初動のハンドルが軽いのもですね、やっぱりこういうところで重たいタイヤですと、ロスが出ますので、その分計算が狂ってくる可能性がありますので、そういう意味ではもう低速走行の時のハンドルの硬さ、柔らかさっていうですね、回転の柔らかさっていうのが、軽さっていうのが、必要になるってことで、こういう感じになってるのかなっていうふうに、今回ね、理解した次第でございます。何か7回ぐらい切り返して入れれない場合は自動的にもうキャンセルになってしまうような、そんなことを説明で受けたことがありますけども、これもですね、最小限の切り返しで入るように、すごいですよね、これね、はい、ちゃんと入りましたよね、はい、到着しました、
最終的には、288.5 キロ走って、52% 残り、あとは140キロの残りになりました。これで、キトに着きたいと思います。ですね、75%、198キロってことですね。引き返したいと思います。今回ですね、一番消耗させた時点で 36% まで、今は、減りましたので、足柄サービスエリアです。 36%、 89%、 ここから少しですね、今から充電したいと思います。どうなるかですよね、はい、これで 64% になりました。155キロということで、ちょうどギリギリつけるバッテリーまで回復 しました。15分でですね、それから約89キロ分、36% 分の増加になります。あ、これはですね、道中渋滞してたので 何かしらと思いましたら、こう初代のですね、初代 R32 ですね、 R32 の、 GTR が、スタイリン GTR が 75% までスピンですね、多分事故ってました。残り217キロ走ります。怪我人はいなかったと思いますけども、残りですね、70キロぐらいなので、事故だとちょっと怖いので、ね、このまま帰りたいと思います。皆さん慎重に運転して、避けてたって感じですね。で、今度は 85.4 キロ走行して、62キロ分 11% 分消耗ということですね。まあ、高速道路でですね、みるみる充電、電池が減っていくかと思いきやですね、この個体はですね、まあ、当たり外れがあるかもしれないですけども、その自動運転をでやってたんですけど、その自動運転での燃費が思ったほど、燃費がですね、思ったほどいいですね。それではですね、今回はこの辺りで失礼いたします。本当に貴重な時間をですね、この動画にですね、私の動画に割いていただいて、本当に誠にありがとうございます。感謝しております。もしよろしければ、ですね、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。マイクでした。